ほ、本日もよろしくお願いします。って、すみません。こんな格好で言うと、全然閉まりませんよね。おはようございます。あ、私、まだパジャマですね。ごめんなさい。急いで着替えますから。 一緒にランチする約束なのに。あ、勘違いです。ランチは明日でした。あ、今お客さんが来たらまずいですよね。パジャマなんて着て病気で寝込んでたのとか心配されてしまいます。

今日は眠くて仕方がありません。やっぱり、ちゃんとお洋服に着替えないと、体が目覚めないんでしょうか。あの、そろそろ、魔女退治の時間ですよね。え、私の準備ですかいえ、 いざというときは、時間を止めて、すぐに普段着に着替えられますし。鏡の魔女の結界。昼も夜も、誰かが挑戦しているんですよね。私、夜はちょっと怖いですけど、一緒に行ってくれるのなら、頑張ります。 金目さんから、今度、みんなでパジャマパーティーをしようよって誘われたんです。すごく楽しみで、待ち遠しいです。あ、このスペースは、夜寝る前にメガネを置く場所って決めてるんです。起きてすぐメガネが見つからないと、 遅刻してしまいますので。あれここは、うん、ごめんなさい入院生活が長かったので、目を覚ましたとき、まだ病院にいると錯覚してしまうことがあるんです。私、時々、 うなされて目を覚ますんです。何度時を繰り返しても守れなかった人のことが記憶によみがえって。夜は時々テレビをチェックしています。見たいドラマがあるとかじゃなくて魔女が関わっていそうな災害の情報は 欠かさず知りたいんです。寝つけない時ってどうすればいいんでしょう。ミキさんに聞いたら頭を空っぽにして目をつむるだけって言われてしまいました。らさんって いつもどこで寝てるんでしょうか。夜遅くまで街を歩いてるみたいだし。っていうか、学校行ってるのかなともえさんの部屋にお泊りすると、いつも新しいケーキが出てくるので、冷蔵庫の中がどうなってるのか気になっ って、眠れなくなってしまいます。…ひゃあ、起きます